お勝ちです。あなたの才能は何ですかあなたの魅力は何ですか以前の僕は答えられませんでした。生まれ持った才能や魅力のことを天才性と言います。僕はその天才性を発掘するメソッドを学び、これまで1万人以上の方とコーチングセッションをしていく中で、自分の天才性が分かりました。今回は天才性を発掘する質問の中から、 3つ厳選して紹介させていただきます。この3分の動画を見れば、あなたの天才性が分かり、あなたが輝ける仕事や環境を見つけるヒントになると思いますので、最後まで見てください。それでは行きましょう。1つ目です。人生を振り返った時についやってしまうことは何ですか天才性は当たり前のこと、自然にやってしまうことの中に隠れています。 動詞で考えると分かりやすいです。僕の例で言えば、表現する、育てる、突破するです。二つ目、何度怒られてもなかなか治らない欠点は何ですかその欠点があるからこそ得られる強みは何ですか二段階で考えましょう。 人から怒られたり注意されると自分のやダメなところなんじゃないかってこう思ってしまいがちなんですけどもえっ、ー、と見方を変えるとそれはあなたにしかない才能なんです欠点っていうのは欠けている点ではなく欠かせない点その欠点があるからこそあなたが魅力的なんです欠点を嘆くのではなく欠点を生かす僕の例で言えば 落ち着きがないって怒られ続けてきました。なんで落ち着きがないのか。いろんな楽しいこと、面白いことを発見してしまうからです。強みとして捉えれば、面白いことを見つけることができる。これが僕の才能になります。三つ目他の人を見てイライラすることは何ですか なんでそれできへんねんって思うことありますよね。それってもしかしたらあなたにとったら当たり前で簡単なことかもしれませんが他の人からしたら難しくて努力しないとできないことかもしれません。僕の例で言えばなんで思ったこと言わへんのなんで本音で話さへんのってよくイライラします。それを読み解いていけば本音を話すことができる。これが僕の才能になります。この3つの質問を 考えていただけたら、天才性のかけらが見えてきますよね。それでは最後の作業です。あなたの天才性を一言で言うと何ですか天才性のかけらを集めて集めて集めて、削って削って削って一言にしてみてください。以上です。えー、少しでも参考になったなって思う方は、えー、高評価ボタンを押してください。このチャンネルでは天才性を発掘する動画を配信してます。チャンネル登録をお願いします。さよなら